皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。今回はですね、日本でアコギをたしなむ人の8割9割はまあ悩んでるんじゃないかななんていう問題についてお話をさせていただこうと思います。その問題とは何かと申しますと、騒音問題。騒音問題でございますよ。やっぱ日本はね、集合住宅多いからさ、アパートとかマンションに住んでらっしゃってさ、アコギジャカジャカって弾いてるとさ、隣に聞こえないかなみたいな感じでこう不安になっちゃったりするじゃないですか。一軒家だとしてもね、やっぱりこう住宅街とかやったりとかするとさ、お隣さんに聞こえてないかなとか、お向かいさんに聞こえてないかなみたいな感じでこうドキドキビクビクしちゃう感じあるじゃないですか。そんなことを少しでも思ったことがある方に向けて、今日はですね、騒音問題について、tips とか考え方とか、そういったことをベラベラとお話しさせていただきますので、ぜひとも参考にしていただけましたら幸いでございます。まず皆さんが誰でも手軽に簡単にできる対策をまず2つ紹介させていきます。それは何かというと、1つ目、まずこのサウンドホールを塞ぐっていうこと。アコギっていうのは弦がこう振動します。でその弦の振動が空気を震わせて、その空気の震わせ方がこのね、ボディの中に入っていって、でこのボディの中でこうバーって共鳴することで、トップ材っていうこのね、一番上の木、これがこうバーっと震えて、この木がね、空気を震わせると。つまり弦の音がこの中に入って共鳴することで、音がでかくなるっていう構造になってるんですよ。なのでサウンドホールを塞いでしまって音がでかくなるのを防ごうって、そういう話。プラネットウェーブスとかからね、なんかゴムの蓋みたいな、なんかそういうのも出てるんですけども、まああれでももちろん OK なんですが、ぶっちゃけ、紙とかでも全然大丈夫です。質量が大きければ大きいほどいいので、僕のおすすめとしては、こういう封筒の中にコピー用紙をバーッと詰め込んで、できるだけ薄くして、これがね、厚み出ちゃうとね、その弦の邪魔になってしまうので、コピー用紙とかを、封筒の中にバーッと詰め込んで、できるだけこうね、ちっちゃく畳んで、で、こんな感じで用意をしたら、サウンドホールに置いて、マスキングテープ、ガムテープとかでも別にいいけど、残ったらあれなんで、マスキングテープとかで、この貼って、防ぐと。このね、中身がね、質量が大きければ大きいほどいいんで、まあ紙じゃなくてもね、ゴム板とかさ、なんかこのカッターを敷くときの下敷きとかあるじゃないですか。ああいうのでもいいですし、まあマグネットシートとかでもいいですし、できるだけ分厚くて硬くて質量の多いものがいいです。で、僕としてはとりあえずコピー用紙とかでもいいのかなって感じがします。そんなもので、こんな感じでサウンドホールを塞いで、じゃんじゃんと。こんな感じにするだけでも結構と変わるんですよ。このトップ材が振動してるかしないかって、その音の大きさにかなり直結してさ、まあ本来だったらね、アコギっていうのはその音が大きい方がいいギターってされるんで、まあメーカーさんとかもね、このブレーシングとかをさ、こうね、たくさん鳴るようにやってくれてるんだけども、まあ自宅での練習においてはちょっとそれは厳しいと。ということなんで、まあサウンドホールを塞いでこの対策をすると結構いい感じに音が減るかと思います。でもこれでもやっぱり、ピッキングをする、このね、ガッって音とか、この弦の振動とか、こういったものはどうしても発生してしまうんで、もっともっと小さくしたいという方、そういう方に関してはですね、こういう、キッチンペーパーを、用意してください。キッチンペーパー。で、このキッチンペーパーで何をするかっていうと、弦の振動を止めるんです。これも弱音機、弱い音の機械と書いて弱音機、まあそういう製品があるんですけれども、まあぶっちゃけこうね、弦の振動が止まればいいんで何でもいいんですよ。こういったこのキッチンペーパーとかをこの弦に巻きつけます。こんな感じで、テープで止めて、でこうさらにこの巻きつけると。ティッシュとかでもいいんだけども、あんまりこうふわふわしすぎていると、1弦、6弦は止められてるけど、真ん中の3、4弦になっちゃうよみたいな感じになってしまうんで、できればこういうね、なんかこの、ちょっと固めの生地、こういったものが、良いかと思います。まあこんな感じでこのまとめて弾くと、まあちょっと悲しいけど、ビクビクして練習するよりマシじゃないですか。こんな感じでサウンドホールを塞ぐ、そしてこんな感じで何かしらこの弦を巻いて弦の振動を止めてしまう。こんな感じにすると音量がもうガコーンって下がるので、まあすごい騒音が気になるという方はですね、こんな対策をすると良いのかなという感じです。さっきも言ったように蓋に関してはプラネットウェーブスとかね、そういったメーカーからそういう製品出てるんで、1200円ぐらいかな、それを買っても全然 OK です。でこれに関しても弱音機ってものが500円ぐらいだったんで、まあそれを買っても全然いいんですけれども、まあ別にこんな感じでね、振動を止めることは誰でも簡単にできるので、まあこんな感じで対策をすると
良いのかなという感じです。ちょっとギターの見た目的になんかかわいそうな感じになってしまいますけども、まあここはもう背に腹は変えられねえということで、その対策をぜひ覚えていただけたら幸いでございます。で、他にも機材うんたらかんたらって話でいくとすると、ぶっちゃけね、お金があって、特にそのギターを新しく買うことに抵抗がなかったならば、ヤマハのサイレントギターがね、ぶっちゃけね、一番最強。あれほんとね、ギターとしてよくできてるしね、まあ、あんななりだけども音めちゃくちゃいいし、なんかリバーブの質感とかもね、すげえいいんですよ。なのでボディがない分ね、もちろん弦のなりだけで済むからね、音量もめちゃめちゃ小さいし、アンプとかにつなげればすげえ音出るし、ヘッドホンとかつないでもね、気持ちよく練習できるんで、お金があればね、ぶっちゃけね、ヤマハのサイレントギター最強で、フェルトピックみたいな感じで、この柔らかいピックって売ってるじゃないですか。あれはね、個人的にお勧めしないです。硬いピックになれないと、なんだろうな、そのフェルトピックとかとさ、ピック自体が柔らかくてさ、もうピックの持ち方とか工夫しなくても、ピックは勝手に負けてくれるから、なんかうまく弾けちゃうんですよ。同じように、なんか線とかスリットが入ってて、すごいこのピックがしなって音が小さく済みますみたいなピックあるんですけども、あれも同じ理由で、ピックのコントロールの練習に全くならないんで、僕はね、おすすめしないっていう感じです。で、そんな感じで、そうだな、まあ、ご自宅で練習してもね、じゃかじゃかストークするのがめんどくさいっていう、めんどくさいというか、厳しいっていう方は、もういっそのことね、家の中の練習はね、ストロークの練習はやめるっていうのも一つの手だと思います。家で、お家で練習するときは指弾きのアルペジオだけに練習にするとか、もしくは、ギターの練習っていうのはさ、ギターを弾くだけじゃないんですよ。例えば、コード理論を勉強するとかさ、音楽理論を勉強するとか、楽譜の読み方を勉強するとか、なんかいろんな曲をサーチして、レパートリーを増やすとか、弾きたい曲を増やすとかね、音楽的な見本を広めるとか、YouTube の動画をたくさん見るとかももちろんギターの練習につながると思いますし、無理にギターを弾けない状況で無理にギターを弾こうとせずに、もうしょうがない、おうちではもうこれはやらない、バスってやって、なんかこうね、いろいろこの気持ちを切り替えるのも一つの大きな手かなと思います。僕が個人的にまたおすすめしているのは、結構な方がさ、U フレットとかさ、楽器味とかさ、ああいうこのコードサイトを見ながら弾き語りしている人多いと思うんですよ。でも僕はね、ノートとかクリアファイルとか、まあ媒体は何でもいいんだけれども、歌詞をね、書き写して、で、コードも書き写してみたいな感じで、自分だけのこのレパートリー帳みたいなね、その作る練習っていうのもね、した方がいいかなって思うんですよ。そっちの方が、なんだろうなぁ、あれ練習しようと思った時にすぐにバーッとできてくるし、それがさ、30枚、40枚、50枚とかさ、もうたくさん曲がね、詰まっていくとさ、結構満足度高いじゃないですか。あ、俺こんな練習してきたんだ、なかなかやるじゃん、ニヤニヤみたいな感じになるじゃないですか。そんな感じなんで、ちょっとこう手を動かす時間は必要になるんですけれども、結構ね、満足度高くなると思うので、ギターが弾けないときは、そういう手を動かす練習にシフトするっていうのも全然前向きな、一歩かと思います。そんな感じでしょうか。で、また別の考え方としては、ご自宅で練習するのはやっぱ厳しいということでしたらば、場所を変える。というのも、一歩かと思います。わかりやすいところでいくとすると、音楽スタジオ。皆様の地域の、なんかこうね、スタジオないですかね？ Google で、まあその皆様の地域の名前、ここだったら相模原音楽スタジオとかでやったりとかすると、近所のね、そのスタジオさん、ペペって出てくるんですよ。で、そういうリハーサルスタジオ的なのが、運よく、もしあったならば、1時間500円とか600円とかでね、部屋を借りることができるので、まあそこでね、2時間とか3時間とか予約して、もうそこで思いっきり書き鳴らして練習するでも全然ありだと思います。2時間とか3時間とかね、時間決めた方がね、自分のこのモチベーションというかなとか、気持ちの切り替えとかもできると思うし、そんな感じね、音楽スタジオを利用するっていうのはね、全然ありでございます。で、2つ目、カラオケ。まあこのご時世でね、皆さんカラオケっていうとちょっと抵抗あるかもわかんないんだけども、僕個人的な考え方ですよ。ちょっと実際どうかわかんないけど、僕個人的な考え方だと、もうね、この例のサムシングでさ、もうライブハウスとカラオケもうぶったたかれまくったじゃないですか。だからね、カラオケとね、ライブハウスね、めちゃめちゃ気をつけてると思うんですよ。だからもうそういうなんだかね、感染対策みたいなのめちゃくちゃやってくれてると思うんで、逆に僕ね、カラオケとかね、ライブハウスって今ね、若干安全なんじゃないかなってちょっと思ってるんですよ。で、まあそのカラオケの利用の仕方がさ、5人とか10人とかでさ、一部屋にこうギュッとしてさ、みんなでこうわーってブルーハウスとか歌うとかあったらちょっとあれだけれども、一人でね、そのカラオケに行ってこうね、ポツンと座ってポチポチ弾いてる分にはね、そんなリスクないと思うんだよね。
まあ、この辺の判断は皆さんの自己責任に委ねてしまうんだけれども、個人的な考えとしては全然カラオケいいんじゃないかなと思います。最近は本当にもうこのね、なんとか宣言中によって、もういろんなカラオケ屋さんがすごいもうなんか投げやりみたいな価格設定してるからね、もう昼の、平日の昼とか行くとフリーでもめちゃめちゃ安かったりとかするんで、まあそういったものをね、利用させていただくってのもすごいいいのかなという感じです。で、もし皆さんのご家族とか、もしくはご自身が、車持ってらっしゃったならば、車の中で練習するっていう人もね、結構多いです。車の中で練習。まあ、運転席とかだとちょっと邪魔くさいんで、後部座席とかね、そっち側の方に移動して、こう、ジャカジャカっと練習すると。自宅の駐車場でもいいですし、まあ、自宅の駐車場だとね、お泊まりが気になるとか、人目が気になるということでしたらば、まあ、近くの河原とかね、なんかその夜の大きい国道のこのね、端っこの方とかに止めたりとかして、結構そんな感じで練習してるとね、ちょこちょこいらっしゃるんですよ。そんな感じでこの車を使うっていうのもね、全然、ありかと思います。あとは近くに河原とか、なんかこのキャンプ場とか、そういったところがあれば、その外で練習しちゃうっても全然ありだと思います。ただし、外で練習するときは直射日光に気をつけてください。ご自身がね、直射日光を浴びて熱中症っていうのももちろんそうなんですけれども、ギター自身も直射日光、厳禁の楽器なので、日光が当たらないように気をつけると、ちょっとめんどくさいけど、テントを持っていくとか、日傘を持っていくとか、もしくはその木の陰にブルーシートを引いてそこで練習するとか、そんな感じでね、その直射日光が当たらないように気をつけていただくと、良いかと思います。で、ちょっくら変わり種ではあるんだけれども、カーシェア、とかを使うのもいいと思います。もし皆さんが学生さんとか、もしくは一人暮らしとかで車持ってないぜという方、いらっしゃいましたら、カーシェアを使うっても全然ありかと思います。カーシェア。僕はタイムズのカーシェア使ってるんですけども、今結構いろんなとこの会社がカーシェアやっております。何かっていうと、まあ、レンタカーのね、さらにこの気軽に借りれるバージョンって感じなんだけれども、会員登録するじゃないですか。で、僕の場合だったらタイムズなんですけども、タイムズカーシェアに登録して、で、カード、なんかクレジットカードみたいな、そういうこの IC カードが、もらえるんですよ。で、その後は、もうこのね、タイムズのサイトに行って、ログインをして、で、近くにもね、いっぱい車があるから、この辺とかも10台ぐらいあるんですよ。その近くの車をペット選んで、まあ、借りたい時間帯、15分単位なんですけども、15分単位で借りたい時間を選んで予約すると。で、スマートフォンで予約して、車の方にペペッと行って、その IC カードをかざせば、もう解除されて、そのままこう車が使えるっていう、めっちゃくちゃ便利なサービスがあるんですよ。マジめっちゃくちゃ便利。これ個人的にマジおすすめ。ちょっと後でカーシェアの話するね。そんなのがあるので、まあちょっとね、お金をかっちゃうんですけれども、カーシェアを使って、練習するとも全然ありかと思います。15分220円とかだからね、1時間880円でそこそこ値段ついてしまうんだけれども、ナイトパックとかね、そう、なんとかパックっていうのが結構あったりとかするから、ナイトパックとかだと多分ね、いくらだっけ ?2500 円ぐらいかな。なんか9時間ぐらい、もっとか、15時間ぐらい、ちょっと忘れちゃった。でもまあほんとすっげー長い時間、すっごい長い時間借りれて、なんか2500円とかそんな感じだったりとかするんですよ。そんな感じで、ちょっとまあ邪道というか本来の目的から外れてしまうんだけれども、カーシェア使うともね、全然ありなんじゃないかなって僕は個人的に思っておりますです。で、また話はすごいちょっと飛躍するようなんだけれども、もし皆さんがポコチャとかシンクルームとかショールームとかそういったところで、この配信をしてるよっていうシンガーソングライターさんとかセミプロさんだったならば、いっそのこと部屋借りちゃうってもね、全然ありだと思います。いっそのこと部屋借りちゃう。防音、OK とか、なんか楽器 OK みたいな物件を探して借りちゃう。で、その時にそうだな、ライブで知り合ったりとか、ツイッターで知り合ったりとかさ、してるそのね、同じような方向性のシンガーソングライターさんとかさ、話が合いそうなシンガーソングライターさんとか、そういった方々をね、その、片っ端から声かけて、シェアルームみたいな感じにしたのもね、全然いいかなと思うんですよ。まあ一人でね、一人1万5000円とか2万円とか払ってね、それが3人とか4人とか集まればさ、そこそこ家賃払えるじゃないですか。そんな感じで曜日とか時間とかを決めて、この日は誰々さんね、この時間誰々さんね、みたいな感じでやっていくと、まあ土日のね、その人気の時間はちょっと混み合うとかそういうのあるかもわからないけれども、そういったのもね、全然いいんじゃないかななんて思ったりとかする感じでございます。ちなみに私は、何十万も払って、もう自分で場所を借りているという選択肢を選んでるわけなんですけど、まあそんな感じです。物件を借りちゃっても全然いいのかなっていう感じでございます。そんな感じでバーっとね、その tips とか考え方とかお話しさせていただきましたけども、いかがだったでしょうか。最後に、ちょっと、こんな話をすると、なんかちょっと怒られちゃうというか、叩かれちゃうかもしれないんですけれども、最後にそのね、騒音の考え方についてちょっとお話をさせてください。騒音の考え方について。
この動画を今すごい熱心に見てくださっている方は、多分騒音に対してかなりこの真面目にセンシティブに考えていると思うんですよ。ギターの音が周りに聞こえてしまって、これで苦情をもらったりとか通報されたらね、ちょっとみんなに迷惑かけちゃうな、うわダメだな、気をつけなきゃな、細心の注意を払わなければっていうふうに思ってくださっていると思うんですよ。もちろんそれはね、すごい良いことであって素晴らしいことなんだけれども、ある意味ね、僕はね、個人的に気にしすぎな人もね、すごく多いと思うんです。気にしすぎな人というのも、アコギをまあフルストロークでジャンジャカーって言ったら話は違うんですけれども、普通にこうね、軽く流したりとかさ、ね、ストロークしたりとかアルペジオしたりとかする分の音量って、いわゆるそのデシベル、もう単純なその音量で比べると、普段のそのね、僕らのその話し言葉とあんま変わんなかったりとかするんですよ。ジャカジャカーと普通にこの弾いてるこの音量がまあ大体80とか90デシベルぐらいだったとしたならば、2人とか3人とかでこのね、わーっと話したりとか、あはははは、みたいな感じで大笑いした時の声とかの方がね、全然でかいんだ。変にこうテレビとかね、流す過程だったらば、そのテレビの音の方が実はでかかったりとかするし、楽器の音ってね、そこまででかくないの実は。で、その喋り声とかと比べると、割とそのデシベル的にはそんな変わんないんだ。でも楽器に関してはすごいこの気にする人もね、中にいるのは事実だから、もちろん気をつけなければいけないんだけれども、個人的には朝10時とかからね、その夕方の5時とか6時とか、まあ場合によっては8時ぐらいまで OK かもわかんないけども、明るい時間帯ならば OK みたいな感じで、そんなにね、もう絶対鳴らしたらいけないっていう風な考え方はね、ちょっと行き過ぎだと思うんですよね。まあ実際問題でさ、僕もそうなんですけど、皆さんも隣の人やからさ、なんかこうね、夕方とかにさ、ペラペラってギターの音とかさ、なんかピアノ音とか聞こえてきたらさ、あ、なんか練習してんのかなぐらいじゃないですか。その時に、キー、ギター練習してる、絶対許さんとかはならないと思うんですよ。まあそれがね、深夜1時とか2時とか3時とかだったら、ちょっと待てよってなるけれども、普通のさ、明るい時間のさ、夕方くらいだったらさ、そこまで気にしないじゃないですか。割とね、周りの人たちもね、そんなもんだと思うんです。だから OK ってわけじゃないけどね、もちろん気にしなきゃいけないんだけども、気にしすぎない人がすごく多いから、多いなと思ってこの話をさせていただいております。で、周りの方々からその、ね、苦情もらうとか苦情もらわないとか、壁が薄いとかなんとかってあるんだけれども、ぶっちゃけ通報されてしまったりとか苦情もらったりとかしてしまうのは、ぶっちゃけね、運なんですよ。うん、壁が厚かろうが薄かろうが、もう近隣住民がたくさん住んでようが住んでなかろうが、運なんです。なんでかっていうと、まあ、割合はわからないけども、その、日々、皆さん暮らしてらっしゃるじゃないですか。で、その中の暮らしてる方々の中に、楽器の音とかピアノの音とか聞こえた瞬間に、もう不動産屋さんに、ああ、もう楽器の音聞こえる、許さんっていうふうに言う人がね、中にいるんですよ。なんで、そういうタイプの人、そこまで行かずとも、そういうタイプの人が周りにいたら、もう壁が薄かろうが、もう厚かろうが、どんだけ気をつけていようが、アウトはアウト。で、逆に、なんかさ、ほら、田舎の子だとさ、なんかこう、ジャカジャカーと歌ったりとかしてもさ、なんか隣のね、向かいのおばあちゃんとかに聞こえてても、なんかおばあちゃんがね、おー、なんか今日も頑張ってるね、みたいな、お、最近歌上手になってきたね、みたいな感じで、こう、ちゃかしてくれる人とかいるじゃないですか。そういうおおらかな人もね、中にはね、もうたくさんたくさんいらっしゃるのですが、センシティブに考える人もいらっしゃるので、ちょっとこの辺はね、うん。最後にちょっと、エピソードを話しますね。そんな感じでございます。そんな塩梅で、ギターに関しては、そのね、高音が鳴ってる楽器なので、振動とか低音に関しては下に行くんだけれども、ギターのこの高音に関しては基本的に、この斜め側、横とか上とかに気をつけた方がいい楽器でございます。なので、もし皆さんの、上に人が住んでなかったならば、気をつけるべきなのは隣。で、隣が誰も住んでなければ気をつけるべきなのは上っていう感じです。部屋選びとかもちょっと気をつけてみてください。例えば皆さんの部屋の中にその畳の部屋があったとしましょう。で、畳の部屋っていうのはすごいの音吸収するんですよ。で、カーテンとか、そのクローゼットとかがあればあるほど音吸収するんです。こういうね、なんだろう。なんつうな、なんか、こういう壁、なんつうんだ、石膏っていうのかな、石膏。こういうのはね、めちゃめちゃ音を反響させるの。僕の声がめちゃめちゃあっちってこっちってみたいな感じで反響するから、まあ横にも縦にもすごいこうね、音がいくんだ。けれども、畳とかって音が下にぶつかると、畳ってね、吸収するんですよ。で、それと同じように、カーテンとか洋服とかも全部吸収するんだ。そんな感じで、皆さんの部屋が複数あって、でリビングとかそういうところではなくて、なんかクローゼットとかウォークインクローゼットとか、なんかそういうこの服を置くところとか、畳の部屋とかカーテンがでっかいところとか、そういうところがあるんだったらば、音を吸収する素材がたくさんあるところで練習するというのも一つの方法かと思います。上に住んでる人、隣に住んでる人は、まあ、いろんな環境があるので、その人たちに迷惑をかけないためには
どの部屋を選んだらいいかなとか、どういうセッティングしたらいいかなみたいな、そんなことを考えながらやっていただくと良いのかなという感じでございます。そんなもんかな。あとはまあその一つの目安としては、周りの音が自分自身をどのぐらい聞こえるかっても一つの目安になるかと思います。どういうことかというと、まあ皆さんも例えば一人暮らしをしてワンルームに住んでるとしましょう。で、そのワンルームの部屋からギターの音とかテレビの音とかどのくらい外に漏れてるのかなって気になる時があるじゃないですか。その時は、すごい部屋まずね、すごいこの、静かにして、周りの音がどのくらい聞こえてくるかをチェックするんですよ。外の車の交通の音とか、隣のそのガチャガチャその台所のその生活音とか、お風呂に入るシャワー音とか、まあ単純にその喋り声とかテレビの音とかいろいろあるじゃないですか。すごいこのね、毎日毎日、結構部屋をね、この静かにして過ごしてても、周りの音がね、全然聞こえてこなかったらば、なったらば、まあ自分のところもそこそこ出しても外にあんまり聞こえないっていう可能性がね、結構高い。で、足音。正直、上の階のさね、どん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 って足音あるじゃないですか。これはね、もう低音とか振動はね、下にこうドーンっていってしまうんで、これはまあね、聞こえてしまうのはしょうがない。けれども、自分の下のこの足音が上に行くことはないので、その辺も、気をつけていただければ、気をつければ、まあそんな感じでございますよ。そんな感じで、外からの音がどのぐらい自分が聞こえるのかっていうのも、一つの目安になるかと思います。そんなところですかね。自分からお伝えしたいこととしては。まあ以上、いろんな話をさせていただきましたけども、いかがだったでしょうか。ぜひ参考にしていただけたら幸いでございます。くれぐれも、自己責任で自己責任でお願いします。最後にちょっと余談。カーシェアのことなんですけれども、これ全然アコギ関係ないんですが、すっごい便利なんで、なんか皆さんに超おすすめしたい。まあ、今のこのご時世はなかなかね、出かけるの、難しいところではあるんだけども、僕はそのね、いろいろこのツアーとかでこうバーって回ってる時に、例えば静岡に行って、ちょっとあそこのご飯食べに行きたいな、みたいな感じで思った時にさ、あ、この場所、車ないときついなっていう時あったとするじゃないですか。その時に、その場所から、そのね、車ないかなと思ってカーシェア探すと、大体どこにでもね、あるんですよ。で、そこでこうね、静岡の浜松駅でこの車借りて、爽やかにハンバーグ食べ行ったりとか、福岡の方とかでもね、その博多駅周りに車たくさんあるから、博多駅で車を借りて、その高速乗って、糸島の方でかき氷ってかきを食べるとか、そういったこととかさ、栃木の方でも栃木で車借りて、大谷資料館とかに行くとかさ、だからそういった感じでこうね、出先で手軽にすぐ借りることができるんで、めっちゃ便利ですよ、マジで。もし皆さんが旅行好きとか、お出かけ好きだったらば、タイムズのカーシェア、マジおすすめします。僕マジめちゃめちゃ使ってます。本当に。で、さあ、もう一つの、雑談。運っていう話をさせていただきましたけれども、昔ね、まだ楽器屋さんで働いてる頃、なんかね、そういう騒音とかにね、めちゃめちゃ気にする人が隣に来ちゃったことがあるんですよ。まあ、楽器屋さんなんでね、その中で店内 BGM バーって出したりとかさ、試奏するときはアンプの音をね、バーって出しちゃったりとかしてるんだけれども、ある時隣にね、整体院が入ったんだ、整体。で、その整体入って、で、すぐにその整体の人がね、ちょっとお店の方に来て、ちょっとすいません。その施術中にすごいこの音楽が爆音で聞こえるんですけども、ちょっと避けてもらえませんかみたいな感じで、まあそういう相談をしに来たんです。で、その時もね、お店の中も結構な爆音で BGM かけてたから、あ、まあそらそうだよなということで、まあ店内 BGM を下げたんですよ。で、それでまたこうしばらくすると、すいません、まだ聞こえるんですよ、みたいな感じで言ってきて、あ、ごめんなさいって下げるじゃないですか。で、そんなの4回5回ぐらい繰り返した後に、めちゃめちゃ BGM もうね、ないぐらいの勢いでやってるんだけれども、それでも聞こえるんですよ。ちょっともうちょっと下げてくださいっていうふうに、行ってくるんですって。で、それでこう、うちの店長もね、ちょっと頭にきて、何よこいつみたいな感じで、もう不動産屋さんを建てて、もう3社で話し合いぐらいまでちょっと発展したんですよ。で、うちのそのね、お店の店長と整体の方と不動産屋さんが、その整体院の方に実際に行って、で、BGM を流して実際に行ってみて、そしたらもう全然聞こえないんですって。まあ、そりゃ当然だと。もうめちゃめちゃ下げてるじゃないかと。もうこんなんで下げて、ね、もう聞こえるって言われたらもう何もできねえぞと。いうぐらいのレベルでこう言ったから、もう聞こえなくて当然なんですけども、その時にこうね、不動屋さんも、あ、いや、別に聞こえないですね。大丈夫じゃないですかみたいな話をしたんだけど、その整体の人が、いや、聞こえるんですよ。音楽すごい聞こえるんです。こうやって壁に耳つけて、耳を澄ますと、ああ、やっぱ聞こえる。聞こえます、聞こえます。とかって言うんですよ。っていう。そんなのがありました。その整体さんは、2ヶ月、3ヶ月ぐらいでどっか行っちゃいましたね。そんな時もあったりとかします。
まあ、騒音問題なかなかね、難しいところでございますからね、十分に気をつけることはすごく、良いことでございます。さっき言ったこのね、騒音のこととか、部屋の選び方とか、そういう考え方とか、ぜひ参考にしていただいて、まあ、素敵なアコギライフを過ごしていただければ幸いでございます。じゃあ、そんな感じで今回は終わりにさせていただきましょう。長い動画最後までご視聴ありがとうございました。それではさよなら、グッバイ、じゃあね。